淵上育太郎慶応3年2月18日は、江戸時代末期、筑後国の尊能上伊橋氏、医師。畜後国下津間群水田村の功能、淵上雄二雄吉の次男。忌み川崎博、通称ははじめ、に次後に育太郎。変名に、井村館に、林田館、七郎、高瀬屋長兵衛。弟に、淵上健三がいる。長兄は、 妹に、キサ。母はと子。妻、マサコの姉、大正四年死亡、去年七十八歳とは、牧泉と、平野国臣の媒介で、文久二年一月二十八日婚姻。マサコは、久留米藩主有馬家の長女の次女であった。幾太郎一人娘の牧代は、文久三年六月生まれ、医師、荒牧締男婚姻。締男は、 ふちがみ家の養子となり、ふちがみ家十一代を継ぐ。後に、しめ男と、巻き台に、一人娘のくしが、明治十四年に誕生。しめ男は、福岡県一円不合会一覧表に掲載されるなど、高額納税者であったが、明治三十九年病死、去年四十九歳。幾太郎孫のくしは、森達夫と婚姻。達夫は、ふちがみ家の養子となりに何二条を設けたが、 達夫は、締め男が成居した、明治39年淵上家12代を継ぐものの、翌年の明治40年病死、去年29歳。幾太郎村久世の4人の子供のうち、幾太郎宋村となる長男支流が明治40年、10歳で、淵上家13代を継ぐ。教員であった釧路が4人の子供を育てるも対象4年8月、チフスの生徒を看病中に、 自身も感染し18日後に死亡、去年34歳。この年は、幾太郎妻政子も死亡。両親を失った4人の子供は祖母であり、幾太郎の一人娘である牧大が育てた。牧大は、昭和21年死亡、去年84歳。幾太郎創村で13代支流は、祖祖父幾太郎が、秋吉堂教員、母久代も教員であったことから、 大正13年より、水田小学校訓導となる。その後、昭和6年の朝鮮総督府職員録によると、形城文坂小学校訓導としても勤務している。支流は、生太郎の遺廃遺品の書簡を、当時の勤務地形城府に持参したが、文部省維新資料編3回に貸し出したとの記録があるものの現在の所在は不明。安政元年、熊本の医師 鳩の僧と萌えのもとで、下界衣術を学び、天草で医者として開業する。安政三年、弟、健三と共に、江戸に赴き、大橋突案に学び、各藩の志士と交流した。万、ま、延元年5月に帰京した後、文久元年久留米藩の藩校、秋吉堂の教官を命じられる。文久二年2月4日、牧泉が撤居していた山、口なしかの文化生でもあり、 幾太郎の姉袖がとついだ、灰塚駅人寺吉武助左衛門宅に、薩摩藩大久保一蔵が宿泊したことから、牧泉、平野国臣と4人で倒幕の協力を得るため、会談したものの、この頃の大久保は、後部合体に泊まる、考えの島津久光側についていたため協力は、得られなかった。2月16日に脱藩し、長戸国へ向かうが、秋吉で判事に捕獲され、 クルメにて、遊兵処分を受けた。文久三年二月に謝免された後、牧泉の命により、牧の弟、月期と共に刑に赴く。八月十八日の政変後には七教王地に従って、一旦刑を出るが、その後再び上京している。源氏元年六月五日、池田屋事件に遭遇するが逃れ、長州藩の元に潜んだ。門の変で、 長州藩が破れると、津島藩の平田大江を頼って逃れる。林田貫七郎を名乗り、早川勇や赤根人と共に、薩長和解と長州政党軍の開兵を試み、さらに、高瀬や長兵衛を名乗って、大阪で商人に奮するが、慶応元年4月に幕里に捕獲され、投獄された。同年11月に赤根と共に釈放され、久留米に帰る。 その釈放が突然であったことから、幕府の密定になったと疑われ、筑後国民家軍、木名村に潜む。慶応2年11月10日には、太宰府において、弟健三が、万光関神富士寺議一、一市長ために中義期一との死を残し自陣している。慶応3年2月18日、柳川藩領の下妻郡広瀬村の林中に、誘い出されて殺害され、 首を打財布に送られた。目撃したものによれば、暗殺者は十数人いたが、淵上は夜を徹して激しく抵抗したという。淵上の暗殺者について、当時九州を収遊中だった伊藤記太郎、荒井忠夫とする説があるが、一位光一は伊藤が事件当時北に滞在していたことを指摘した。他に、広田八万宮の神職、広田彦真羅によるとする説もあり、 確定しがたい。淵上幾太郎雄広氏ろ南の姫路44年11月15日、聖後位を追蔵された。暗殺された場所には、1942年に水田の郷土市や坂本友蔵が遺族らと図って、検証費を立てた。淵上幾太郎雄広氏ろ南の石踏みは、福岡県宮間市山中に現存する。 石踏みの場所は二千二十年五月十六日現在、北緯十三度十分五十六秒、東経百三十度三十二分三十三秒である。淵上育太郎雄広氏、淵上健造介都氏の墓石、長慶広行名もあり、福岡県筑後市水田大号寺前淵上家墓所に、現存。淵太郎雄広氏の墓は、淵上一族の墓と同じ敷地内の福岡県。 地区ごしつに現存する。国事王将方向志士人名録、第2週、P217 ハット ABC、明治新人明治天 P858, 属災会中止匠伝 P1、淵上兄弟 P121, 淵上兄弟 P60, 淵上兄弟 P113, 福岡県一円不合会一覧表、明治32年県産、 ふちがみ兄弟 P63、水田小学校創立100周年校舎、全面改築記念誌、P32、ふちがみ兄弟 P12、ふちがみ兄弟ピアニッシモ、24から25、ふちがみ兄弟 P120、水田小学校創立100周年校舎、全面改築記念誌、P33、ふちがみ兄弟 P102、ふちがみ兄弟 P26、 ふち兄弟 P12、福岡人物史、巻田もつし47ページ。明治維新人明治店 P858 から859、ABC、属災会中止商店、P2ABC。明治維新人明治店 P859 死去1973。P214。ふち兄弟 P69 死去1973。 P216 死去1973 P217 国事王将方向死死人名録第2集 P220 幕末維新大人名時典 P391 俗再会中死傷伝 P3 淵上兄弟 P69 死去1973 P221 死去は坂本急増とするありがとうございます